ケモンキッズ TV で新しく始まった体験探検ピカチュー部。今回やってきたのは、綺麗な建物だね。何をするところなんだろう。ピカチュー、イーブイ、ピカ、結婚式場シャルマンシーナ東京へようこそ。ピカチュー、私たちは結婚式のお手伝いをするウェディングプランナーです。今日は2人で結婚式場をご紹介しますね。ピカ、今からちょうど結婚式が始まるので参加しませんか。ピカチュー、ところでピカチュー、イーブイはピカピーピーカピーカということで、今回は結婚式場にピカチュウが潜入。結婚式でのお仕事をたっぷり見に行くよ。まずは結婚式を見せてもらおう。案内されたのはチャペルという場所。ここで結婚式をするよ。あ、新郎さんの入場だ。続いて新婦さん、綺麗だな。みんな、結婚式は知っているかな？結婚式っていうのは、愛し合う二人が家族や友達の前で夫婦になることを誓ってお祝いすることなんだ。ピカチュウが登場？ピカチュウびっくり。でもなんで？うわ、ピカチュウだらけ。びっくりした？ピカチュウ。ピカ、あのピカチュウたちは結婚式のお手伝いをしてくれてるんですよ。ピー、結婚式には実はたくさんの人が働いていて、今日も40人以上の人がこの結婚式のために働いているんですよ。ピカピカピカ、もしかしてピカチュウも結婚式のお仕事のお手伝いをしてくれる？ピカピカ、わかりました、ご案内いたします。ピカピカ、結婚式にはどんなお仕事があるのか、まずは結婚式のお祝いパーティーの会場へ行ってみよう。どうぞ。ピカ、ここはみんなでお祝いのパーティーをする場所なんだよ。ピカ、どうしたのピカチュウ。ピカピカピカ、おや、ピカチュウ何かに気づいたみたい。こんにちはピカチュウ。ピカピカ、私はフラワーコーディネーターといって、ご披露宴のお花の飾り付けをしているんだよ。結婚式のお花は一つ一つのお花を見て水のあげ方などを変えて、当日一番綺麗に咲くように気をつけているんだよ。ピカピカピカチュウ、ピカチュウもフラワーアレンジメントをやってみたいのかな。ピカピカ、じゃあ一緒にやってみようか。ピカピカピカチュウ、フラワーアレンジメントに挑戦。お花はどっちがいい？ピカ。わかった、白だね。じゃあ周りのお花はどっちがいい？ピカ。じゃあピカチュウ作ってみようか。ピカチュウ。お花の長さを揃えて丸くなるようにまとめると、すごい素敵なブーケが完成したよ。これでどうかな。ピカチュウ、素敵なブーケができてよかったね。ピカチュウ登場。これがブーケになります。二人も喜んでいるみたい。それじゃ次のお仕事探しに行こうか。結婚式場を回っていると何やら扉を発見。この中に何があるか知りたいですか。ピカチュウ、では入ってみましょう。ピカピカ、お料理を作っているみたいだね。ピカピカ、やあピカチュウこんにちは。ピカチュウ、今日は60人前のお料理を4日前から準備しているんだよ。ピカピカ、ピカチュウも一緒に手伝ってみる。ピカチュウ、そう、ここはパーティーのお料理を作っている場所。せっかくなのでピカチュウも盛り付けのお手伝い。あれ、この形はピカ、ピカチュウ？そうだね、尻尾の形なんだ。これで完成だよ。ピカチュウ！
すごい。お料理って楽しいね。次はデザートを作るパティシエさんのところに行ってみようか。ピカチュウ。こんにちは、ピカチュウ。ピカチュウも手伝ってみる？ピカマカ。マカロンでモンスターボールを作るんだって。ピカピカ。線を描くの？ピカ。まずはチョコレートで線を描いて。ピカピカピカ。次はクリームだね。ピカ。真ん中のボタンは生クリーム。お皿に盛り付けて完成。ピカピカ。お菓子を作るコツはね、味だけじゃなくて見た目も美味しそうに作ることが大事なんだよ。一つの色だけじゃなくて違う色を入れると鮮やかになってとっても美味しそうになるんだよ。なるほど、そんな秘密が。じゃあ次は大きなケーキを作ろう。ピカピカ。その頃、会場ではパーティーが始まったみたい。さっき作ったお料理も運ばれているよ。ここに作ったケーキを持っていくんだね。ウェディングケーキの登場です。うわー、すごい拍手。みんな喜んでくれているね。ここで再びピカチュウが登場。ケーキ入刀のお手伝いをするんだね。お手伝いしたケーキ喜んでくれたみたい。よかったね、ピカチュウ。ん？窓の向こうに何かの影が。あ、イーブイだ。どこに行ったかと思ったら、イーブイ、今日のスペシャルゲストだったんだね。そしてここでイーブイダンス。かわいい。ピカチュウ、イーブイ、大活躍だったね。ピカチュウ、イーブイ、結婚式のお仕事頑張ったね。ピカピカ。結婚式では今日体験した他にもたくさんの人がいろいろなお仕事をしてくれているんです。大変なこともたくさんあるけど、みんなの幸せを祝えてとてもやりがいのあるお仕事なんですよ。ピー、ポケモンキッズ TV を見ているみんなも大きくなったら大好きな人と一緒に来てね。今日はありがとうございました。ピカチュウ、イーブイ、これからもお仕事体験頑張ってね。ピカピカ。またね。シャルマンシーナ東京の皆さん、ありがとうございました。初めてピカチュウ部見つけてピカチュウ部、憧れの仕事を覗いちゃおう。さあ今日も世界中を走り、はしゃぎ。